吉田さんこんばんは、お疲れ様です。まあおっさんになりましたよね。でもそれってすごく大事なことだと思うんですよ。みんなね、自分の老いにあまりにも気づいてないっていうかね、結構ね手心を加えすぎてるんじゃないかなと思うんですよ。現実自分をひいき目に見ずに冷静に客観的に見たら、なんでこんな年取った人がまだ生きてるんだろうみたいな感じに見えちゃってるかもしれないですよ。これは恐ろしいことですけどね。これね、老けたねって誰も言ってくれないんですよ、で年齢を重ねる割には中身ないねって誰も言ってくれないんですよ。でも冷静に自分の姿を見ていると、あ、これはやばいなと思っちゃったりねした方が、まあそれが普通なんだろうなと思いますよね。これね、肝心なことってね、誰も言ってくれないんですよね。なぜなら怒るからですよ。本当のこと言うと痛いんで怒り出すから、もうそういうふうにめんどくさいこと言ってくれないんですよね、これどんな人でも。でも実際にそんなちんたらとね、なんか知んないけど妙なことしてる時間はないと思うんですよね。何かをやりたくてだから言えるんですけども、結局何かをやってるつもりで何もできてないことばかりなんじゃないかなと思いますよ。で何も解決してないのにまたブラブラ遊んでたりとかね、休日過ごしたりとか休憩してみたりとか自分にご褒美とかやってるわけなんですよ。いや、それじゃあいつまで経ってもね、自分の人生始まらないんじゃないかなと思いますし、まあおせっかいなことなんでね、私も人の人生どうこうできないんで、まあ自分で自分の人生は思い通りにできてるなと思いますけども、気の毒にできてない人もいるんですよね。だから手を貸せば、いや久保さんだからできるんでしょみたいなことでね終わっちゃったりとかね。そうなのかなって、俺は休憩ないぞみたいなねそれ別に誇るわけじゃないんですけども、それこそ1秒たりとも無駄にしない瞬間を、まあ3年遅ればね、なんか別の人生手繰り寄せることはできるのになと。でも結局明日から本気出すみたいな感じだったりするんじゃないかなと思うんですよ。で目標は理想を聞いてもポンと出てこなかったりね、求めなければどこにも行かないですからね。求めていても行くかどうかわからないのに、明日の姿とか3年後の姿とか10年後の姿細かくデザインしなければ、まあ行かないですよね。まあそういうので溢れてるんじゃないですかね。なんか自分の人生とか自分の未来すら自分で決めてないみたいなね。まあこうそういうふざけた人生はね、どっかで送ってもらいたいなと思うんですけども、まあ少なくとも私の目の前にはね、現れてほしくないですね。かといってね、やっぱり本当のこと言うとね怒り出したりするんでね、ほっとくしかなくなるという、で縁はなくなっていくという、まあしょうがないですけどね、それもね。まあ再度まとめるとね、思ったより年取ってますよあなたはってことなんですよ。これ言わないですけどね、誰もね。いや思ったよりも年取ってますね、残酷なぐらい。逆のことを人は言いますからね、この誰が最も非情なのか情け知らずなのかね、甘い言葉しか耳に入ってこない人は結構悲惨なんじゃないかなと思うばかりでございます。まあ、自分の内側の声を聞いたら、自分自身はそんなにはいい点つけてないんじゃないかなと思うんですけども、なんか錯覚するんでしょうね、きっとね。自分の内側の声ではなくて自分の願望とかね聞いてしまうんですよね。なんか未だに二十歳前後ちょっと過ぎたみたいな感覚でいると思うんですけども、いや思ったより年取ってますよね、やっぱりね。年取ってる割には頭パラパラパラで、なんかちょっとこう勘違いしちゃってるかなと思いますね。最近なんか挑戦しましたって言ってもね、別に挑戦は義務じゃないんですけども、まあ進化はしてないでしょうね、きっとね。なんですかね、その無駄な時間をくれよみたいな感じなんですけど、ね、私としてはね、そうもいかないのがまた寂しいところで、懸命に生きる人には時間が足らず、のんびり切る人は時間が余っているという、いっぱいどっちがいいんでしょうか分かんないですけどね、なんかね、そのどう思うかみんな違うんで、
冷静な目で評価をしても、いやいやそれは違うと、それは指摘は当たらないよって言えばね、それまでなんでね、なかなか本物が見える目っていうのはなかなかどこにもないんじゃないかなと、ちょっと走り抜けて思うところがありますが、まあ、吉田さんもそんな気持ちでしょう、おそらく。いってらっしゃい。